皆さんは病院好きですか？私はどっちでもないです。はい、というわけで今回はなんかね、病院から脱出するアスレチックらしいんだけど、見て俺の服装、中途半端じゃないこれ。ねえ、俺いつもさ、お姫様みたいな格好してんだけど、スカートとリボンしか残ってねえのよ。これなんかあれかな、病人の服装に着替えられちゃうのかな。まあいいでしょう。なんか人がいるね。え、なんか怖くね。え、なんか怖くない。え、病院ってこれあっちゃダメじゃない。これ失敗する時のやつだよね。ちょっとこの人の話聞いてみようか。なんか信用できねえけど。はいはい、お医者さんが行かれました。え、レバーを引いてこのレーザーを消して進んでくださいって感じか。これかな、レバーは。行きまーす。大丈夫これ、押しちゃうよ。ガチャリ、あれガチャ、あれガチャ、あ、できた。おー、シンプル。こんなシンプルなものあっていい。あ、これ一定時間経つとまたこうやって行くよ。ビリーってついちゃうんだ。なるほどね。じゃあこれはできるだけ早く。待って、一回ここぶつかっていい？あー、ダメですよね。じゃあまあ正々堂々いきますか。はい、これ下げて、進んでいくと。なんかね、お医者さんがもう頭おかしくなっちゃって、もうお医者さんやめたって言ってるみたいなんで、それを止めに行くって感じかな。病、もう行かれたらもうしょうがねえと思うけどね。ちょっと喉乾いたわ。さあ、まあこのタイプのアスレチックはね、もう余裕ですわな。本当に。ね。まあ見ててくれや。ノーミスでクリアしてやるから。この今見てくれてる視聴者の皆さん。俺が失敗したら、これからこのアスレチックで失敗したら見るのやめていいよ。ただ失敗ミスするまではこの動画を見続けてくれ。さあ、またワフロのお兄さんが喋ってますね。はいはい、ここはレントゲン室だよ。そしてあのジャイアントスケルトンを見てみてくれ。見ますか。はいはい、としか感想が出てきませんね。まあこの光にぶつかっちゃいけないって感じかな。もうほんとね、余裕です。ただまだ今んとこミスってないからね。さあ骨。なんで骨あんだよ。よし。はい。いや、うまいな。もう自分で言うのもなんだけど、うまいな。これは、この細い道を落ちないように進んでいくと。これはレントゲン関係あるのか？ちょっとでかい骸骨見よっか。おー、でけえ。おー、でか。こんだけでかいと生きづらそう。急に黙るっていうね。まあ、これはいけるな。てか、これアスレチック難易度自体は簡単だね。じゃあこの世界観を楽しんでいこうか。これは何ですか？これなんだろう？心臓かな？心臓を薄切りにしたのかな？そしたら怖いね、ちょっと。やめてほしいな。でもやっぱ行かれたお医者さんがいるからな。さあ、今度は何だ？What is pink stuff？ このピンクの物体は何だ？これ注射器じゃねえの？違う？てか、ピンクの注射器とか危なすぎない？ねえ。副作用やばいでしょ。なんなら捕まっちゃうやつかもしんねえしな。さあ、今度はなんだ？はぁ？ Look like we can only go down。 もう降りるしかない。じゃあ降りておおっと。降りておお。降りちゃおおっと。よし。さあ、アスレチック。ロブロックスのアスレチックあるある。中盤以降、世界観が関係なくなる。もう病院じゃねえかんな、ここ。はいはい。この、でかい骨を越えていけ。余裕でーす。早送り。はい。うますぎ。もうね、私のロブロックス実況を初めて見た、そんな方に、お伝えしておくと、私ね、ロブロックスうますぎるんで、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。ここまで見てくれたらね、やっぱ一応、僕のこと、まあなんか、ちょっといいなって思ってくれてると思うんですよ。そしたらさ、やっぱり、一期一会、チャンネル登録してくれれば、また、動画で私と会えますから。そしてグッドボタンも忘れずに。ありがとうございます、押してくれて。みんなが押してくれてるって俺は信じてるよ。じゃあこのアフロのおっさんの話聞くか。イエローパッドを踏むと足が速くなるよ。はーい、ほんとかな。いっけー。あー、速い、ほんとだ。かわいい。このさ、走ってる時のこのさ、腕の動きもめっちゃ面白いんだよねこれ。やばい、ちょっと危ねー。ギリギリセーフだったわ。さあ、このまま進んでいこうか。これやっぱね、足が速くなると、そのジャンプ力とか上がるから、結構ね、こう、爽快感が味わえるのがすごい気持ちいいって言おうとしたら終わっちゃった。目、チラ見せ。もうさ、俺このアスレチッククリアするまでこのアフロのバカと話を繰り広げなきゃいけないの？エレベーターを使って、表面、だからこの地上へ出ようだってよ。じゃあな、え？早くね？移動早ない？
ちょっともうちょっと動きを見せてくれ。これは進めるよね。オッケー。そんで、あ、さっき、あそこ、こっから落ちたんだ。なるほど。そして、反対側のここに来たと。さあ、おお、何これ、デッドエンド、もう終わりだ。頭のイカれたお医者さんが私たちを見つける前に隠れろだって。え、どこに隠れればいいの。え、本当に来るの、イカれたお医者さん。じゃあここは隠れようかな。ここにいればバレないんじゃない。え、何これ、どうすればいいの。いや絶対死ぬよねこれ絶対死ぬよね。いやでもやっぱりみんなのために一回ぶつかっとくべきかな。もしかしたらさ、なんかこのトゲトゲした部分が発泡スチロールで全然ダメージ食らわない可能性もあるしね。行ってみよう。気持ちいい。まあこれ普通に考えて、え、どうすんのえ、これどうすんの。え、わかんねえんだけど、大丈夫これ頑張れば逃げれない。無理か。ちょっとこう体を起こしたらもうねえ、右足ズタズタでしょうね何なんだよお前その表情。あ、口の中卵入ってるよ口の中、最悪、食われた。最悪、食われたんですけど。わあ、もうなんかさ、よだれがもうべちょべちょでこう、糸引いてんじゃん。最悪なんだけど、アフロくん。レッツア、これ当たって平気？あ、これ当たって平気なんだ。絶対ダメでしょ。俺だったら死ぬわ。はいはい、この喉ちんちんの下に行くってことか。行ってみよう。おお、食堂を通って、ビヨーン。あれ、なんかこのステージ見た気が、見たことある気がするんだけど。あれ、俺これステージやんなかったっけ。あれ、なんか俺今になってすげえやった気がしてきた。え、俺このステージやった記憶あるぞ。でもなんか途中途中違うんだよね。なんだろう、なんか期間限定で変わる。え、俺これやったよね。え、どうですか、ちょっとこれ皆さんに聞いてみよう。え、俺これやった気がするんだけど。でもちょっと違うよね、今まで俺がやったゲームと。これぶつかっていき、あ、平気なんだよね。いや、これ絶対やったわ。なんなんだ、いや、あっち。これどうなんだろう。こう、日替わりで、ステージ内容がちょっと変わってくのかな。え、使い回しじゃねこれ。ね、人の、まあでも、人の中身って大体一緒だもんね。はぁ、死ね。はい、皆さん死ねとか言っちゃいけませんからね。あぁ、こっちね。いやーちょっとこれ裏技使おう。はい、ここじゃない。ここじゃない。つまりここだ。オッケー。いや、この裏技ね、ほんと視聴者から教えてもらってよかったわ。これじゃないな。あ、これです。そう、いや、うめえ。よし、これなんだと思うこれさ、人間の臓器にあるものかな。さあ、進んでいって、で、これで、これはこの骨の、右左で、これは骨の真ん中じゃなくてこう端っこ側を歩いていくと。いや、これやっぱやったよね。やってないかな。俺すごい、もうなんか既視感、やった記憶しかないんだけど。でもあのなんか手裏剣みたいなやつ、ぐる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 って回ってなかったよね。なんか同じ作者さんのやつかな。まあ、いっか、もうそんなに、もう初見ってことでいこう。うわ、すげえ、心臓だみたいな感じで。まあ実は前も見たんだけど、この心臓。まあ見てないことにしよう。あー、心臓ね、安倍心臓つってねもう安倍晋三じゃねえんだよ、もう菅さんなんだよ。いや、これぜっ、うえい。でもまあこっからさ、でもまあこっからさ、まだやってないステージとか来るかもしんないじゃん。だからそれを期待して。今なんか二人いなかった？来た。え、なんで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 、あ、出れる。え、出れるんだけど、どうしようどうしよう。トイレすごい汚いけど、多分こっち行かないと進まないんだよ。いや、でも俺はやっぱトイレには入りたくない。やべ、あ、これやばい、これやばい、もしかしてちょっと待ってこれ待って、いや待って、ちょっと待ってあれ、俺最悪なパターン来た。俺さ、落ちて死んじゃって、ああ、結局俺はトイレの中に入るしかダメなのねって言おうとしたけどちょっと待ってあれあれ、ちょっともう俺ここで生きていくしかない。はい、あのすみませんでした。あ、死ねる。え、死ねるの。あ、死ねるんだ、よかった。また最初からやらないといけないかと思ったら、またこのうんちゾーンで助かりました。いや、まあ死んじゃったけどね。あー、やっとトイレ来れました。はい、ボットン。
いや本当になんかうんちみたいな扱いしないでよ人間として人権を尊重してくれ。さあこれで、さあ、あれ待って、おい、ちょっと思い出していい？俺これ何のマップだっけ？これ病院だよね。俺もともと病院のマップだよね。なんで俺下水道にいんのねえ。俺さ、行かれた医者を、説得しに来たんだけど、なんで俺下水道？汚いとこが流れるとこにいるんだろう。病院戻らせてくれ。え、これ行けなくね？あ、行けた。病院は？ねえ、ちょっと待って。病院は？ねえ、病院に返して。精神病院に返して私を。実は私も行かれてるの。これは、おー、開いた。あ、やっぱこれやってねえわ。でもなんかこのパリピみたいなやつあったよね。じゃあちょっと一遍踊っちゃおうか。あー、楽しかった。というわけで、ゴールできたかな、これは。誰だよ、お前。ウォー、君の勝ちだ。シークレットバッジを見つけたかい？え？シークレットバッジって何？あ、なんか隠し要素っていうか、俺が行ってないとことかあったのかな？何それ？行きたかった。何これ？あ、この、なんかすごいジャンプ力を高くしてから行かないといけない場所とかあんのかな？こことか？はい、というわけで今回はね、病院に行くはずが、下水道で終わりました。はい、皆さんもね、病院に行った時は下水道に迷い込まないように気をつけてください。そしてロブロックス実況、私ね、めちゃくちゃ今力入れてまして、たくさんたくさんたくさん実況も出すし、いろんな人ともね、こう2人でやったり3人でやったり、まあもしかしたら5人とか、結構ワイワイねやっていくつもりでもあるんで、もし初めてロブロックス実況見た方、そして、まあ、ロブロックス何個か見てたけどチャンネル登録してないなって方は、この機会をぜひチャンネル登録と、あとグッドボタンを押してくれれば、よりこのロブロックスが人気になってもっと盛り上がると思うんで、高評価グッドボタン押していってください。そしてさ、このバッジっていうのはこの土管の中入ればいいのかな。はい、さようなら。